こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はチケット貨車で二凸になりましたマンバちゃんを使ってバトルをしていきたいと思います。マンバね、すごく欲しかったんだけど最初は出なかったんですよね。だけどチケット貨車でマンバがねピックアップされていて、そちらでね3体ゲットできたので、はい、二凸になってます。マンバね、かなり強いということなので使ってみたいと思います。はい、パーリーはですね地球人にしました。クリリンリーダー、そしてブルマ、ブルマ、ヤムチャ、チティさん、その中にマンバを入れてみたいと思います。ステージは劇場版ボスラッシュを行ってみたいと思います。それではマンバを使ってみよう。 Let's get started。はい、LR ブルマが出てきましたね。まあね、このパーリ編成は LR ブルマが頼りってとこもね、あるんですけどね。まあ1枠目に置きましょう。このね、ボスラッシュ、私、今まで何回も挑戦してますが、勝ててないんです、まだ。はい、勝ってません。クリアできてません。だから、クリアしたいんですけどね。このパーリ編成でちょっとやるのは、多分難しいかなと思うんだけど、マンバをね使ってみたいのでね、ちょっと挑戦してみてます。それでね、マンバさんがね、敵がアタック低下、ディフェンス低下、必殺封じ、気絶、どれかが入っているとさらに強くなるんだよね。だから敵がね何かしら入ってないと本領発揮できないんですよ。だからね、挑戦するステージをいろいろ悩んでたんですけども、まだクリアできてないところをね、やっちゃおうと思って、ここにたどり着きました。サン君、やっつけて。このブルマいいですよね。本当はね、少年悟空が周りにいた方がいいけど、まあ今日はね、入れずにやってます。はい、マンバがね、登場しました。ターン2で。マンバのね、アタックアップ、500アップかな ?500% アップするんですよね。必殺封じ、気絶、アタック低下、ディフェンス低下、何かしらが敵に入っていれば、しかも、アクションブレイクも入れてくれるみたいですよね。だから、父が必殺封じをね、入れてくれるので、こんな順番でやってみようと思います。父が必殺封じ入れてくれれば、マンバの強さが見れるかなと思います。かなりもう自分の HP 減ってますけどね。危ないけどね。はい、場所戦どうだ。あ、入った入った。殺封じ。入ったぞ。持ちこたえてる。えらい。来たぞ、マンバ。怖いね。めちゃめちゃ怖いね。うおー、すごいよ。すごいじゃない?クリティカルと、アクションブレイクも入れたね。しかも強いよ、ディフェンス。すごいね、これは。いやー、相手にね、必殺封じ、気絶、何かしらね、入ってないと、っていうのもあるけど。今日はね、地球人で組んでるんですけども、ピチピチギャルで組んでもいいかなとは思います。地球人だとね、結構イベントさんとかも多くなって、で、私の好きなキャラも多いので、今日入れてるね、イベさん、ヤムちゃんもね、すごい好きだし、クリリンも好きだし、ブルマもちろんね、好きだしって感じなので、今日はね、地球人でやってますけども、とにかくね、マンバが本当に楽しいんですよね、キャラが。GT に出てくるね、キャラですけど、まあ私もともと妖怪系がすごい好きで、まあドラゴンボールのお話はね、大体妖怪ですもんね、最初は。少年編が特にね、そういう感じで。楽しいキャラたくさん出てきますよね。キャラ的には少年編の方が、ちょっとね、面白い。コメディっぽいね、キャラが多いんじゃないかなと思います。はい、そしてマンバ出てきたよ、また。本当にね、HP ギリギリでやってますよ。ギリギリの戦いだよ。
どこまで持つでしょうって感じです。今日は多分負けると思うんですよ。ボスラッシュ長いからね、7戦あるからね。こんな感じだとね、ちょっと多分最後までは絶対いけないんだけど、まあでもね、マンバの強さを見たいというものなので。はい、また必殺封じ入れてくれた。父偉いぞ。偉いね、すごいね。来た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 さあ覚悟し、髪がすごい、これやばい。おお、やった、マンバ倒したよはい、では2人目の敵ですね、ボスラッシュ。すごいね、でもここまで来れてるよ。回復アイテム持ってきてないので、まあ、このままねやってみますね。地球人のカテゴリー持ってるキャラってあんまりいないんだよね、強いキャラが。だからね、もっとね増えてほしいなと思いますね。別ゲンのねヤムチャはいるけどね、強いキャラが。今日はねイベさんのを連れてきてるので。あ、負けました。そうよね。まあでもね、マンバ強いの分かりましたよね、ねえみんなはい、マンバは気絶や必殺封じ、アタック、ディフェンス、低下、どれかが入ってれば、敵にねどれかが入ってればアタックが 500% アップするというすごい性能がありますので、皆さんももしマンバ持っていたら使ってみてください。もう使ってるかな。はい、というわけで今日はマンバを使ってみたという動画でございました。ご視聴本当にありがとうございました。次の動画も絶対見てくれよな。 Thank you.